十人宝魔界天章は、山田風太郎原作、瀬川正樹作画による日本の漫画。月刊ヤングマガジンにて、2012年9月号から2018年7月号まで連載。全71話。山田風太郎の小説、魔界天章が原作で、同作を原作としながらも省略、改編が多い先行作品と比較すると、原作に忠実である。 検証した人物は耳が尖り、爪や牙が鋭くなるなど、より人間離れした外見となる。ピアスをつけることが多いのも特徴である。単行本には、巻末特別コラム、人間転承絵巻として、モデルとなった人物たちの解説がついている。野牛十兵衛三吉など一部のキャラクターは過去作から引き続き登場する。十兵衛が主役を務めた Y10M。 野牛人包丁は、寛永19年が物体となっており、その3年後である。主に、奇襲藩が物体となっている。原作を忠実に漫画化しているため、敵の編成に単行本で、最初の2巻を追やし、主人公である十米は3巻からの登場。5巻の終盤にて、戦線復刻となる。寛永14年10月、島原天草一揆が勃発。 翌官営15年2月28日、天草四郎は打ち死にし、一騎勢も全滅した。翌3月1日、幕府軍が戦勝の祝賀を祝う戦場跡にて、由衣小説と宮本武蔵は、女人の体が真二つに裂けて、死んだはずの四郎が蘇るという、真、ま、か不思議な光景を目の当たりにする。時は、流れて、商法2年3月。 新加瀬流政党を継ぐ終わりの野牛城主祭は、民屋坊太郎の天章を目撃し、天章への勧誘を受ける。さらには、熊本にて、宮本武蔵天章に立ち会い、心が揺れ動く。正法3年2月、大井川にて、宝蔵インタネ窓かは、8年前に死んだとされる荒木又江門と開講し、驚愕する。さらに又江門に同行していた史郎と立ち会うも、 長年の研鑽を積んだ壮実が死郎の超絶の忍法にまるで通じず敗北してしまう。3月、江戸野牛家の野牛宗則は病んでいた。彼は、紀州大納言、徳川頼則が、有意小説たる怪しげな輩と関わり合いになっているという噂の真偽を確かめるべく、三男の野牛宗冬に調査を命じる。しかし宗冬は、謎の入道に敗れ、 気を失っている間に尻に、おの字を刻まれるという恥辱を与えられてしまう。入道は、上雲祭、おの文字は、尾有野牛の頭文字であろう。胸のりは種窓かから、魔界天章の法を聞き、お陸と交わり果てる。種窓もまた滑腹により巡視する。一ヶ月後、天生した胸のりは、上雲祭を一周する。小雪は、浄雲祭に、天生の意志を問い、浄雲祭は、 天章を決意。さらに小雪は森州意見と天章州を大納言に紹介し、元将軍家光への反逆をそそのかす。四郎を除く天章州六人は大納言に同行し、紀州藩へと赴く。大和の野牛十兵衛のもとには、紀州藩の三達人の娘、おぬい、おひろ、おひなの三人の女人が修行にやってきていたが、大納言のもとに招かれ、別れることとなる。 だがよからぬ噂があったことで、不敬たる三達人が調べたところ、同様に招かれた藩の娘たちは天正宗たちに虐殺されていたという事実を知る。三達人は三人娘を十兵衛の元へと逃がすも、天正宗に殺されてしまう。木村助九郎は十兵衛に、すでに死んでいる四人の武芸者の名と、さらに二人いることを告げて生き返る。もちろんのこと、名を告げることができなかった二人とは、 野牛ジョンサイと野牛胸ノリのことである。四郎のみまだ知られていない。十衛は三人娘と十人衆を連れて、巡礼姿に奮した、抗議恩密という名目で、奇襲を回ることをより祈りに宣言、事実上の宣戦布告である。さらにお広の弟である、関口八太郎が合流する。一方で、衆意見は、十米を天章州に引き込むべく、クララお品を、 十衛一行へと潜入させるという策を取る。天正衆もまた、十衛に順番に傷を与えて遊んでいこうと、提案する。五体を刻まれた十衛に、天章をそそのかすという作戦である。さらに、大納言直属の僕や兵庫頭は、独自に、ネゴロ衆を投入する。四き迫ってなお、超絶の気力体力を持ちながら、自身の生に強い後悔の念を抱いているものが、 森周意見の指を仕込まれたお死体と呼ばれる女性と交合し、死後1ヶ月を経て新たな肉体を持って魔人として再生した者たち。いずれも生前がどれほど優れた人格者であっても虐殺を好む残忍な性格へと変貌している。原作ではほとんどのシーンで柿色のツキンを被り、素顔を隠しているが、本作では 道中の移動時以外はほとんど着用していないことが多い。キリシュタイクの一奇襲犯を死体三人娘奇襲の武家の三人娘。女人ながら剣の腕は十人衆を上回る。自称流星十人衆、十衛の一番弟子を自称している。勇敢ではあるが、呑気さが目立つ。天章衆からは全く脅威と見られていないが、波の剣士では、 立ち打ちできないほどの実力を持ち合わせており、命がけで十衛を援護し、天章集攻略の隙を作る。物語の進行に伴い命を落としていく。奇襲犯三達人歴史や伝説に名を残す英雄の、美しみを召喚して戦う電気ファンタジー、フェイトシリーズのアイデア元の一つが、魔界天章である。フェイトシリーズの原作者、ナスキノコは、 十人法魔界転賞の単行本一貫発売時に、産方か岸と介とともに、反則宣伝文を寄稿し、瀬川は、フェイトシリーズの看板ヒロインアルトリアを、人法魔界転賞させた、魔界版セーバーイラストを添えた、十人法魔界転賞サイン本をナスに送っている。ありがとうございます。